私たちは世界一周旅行中の夫婦で、現在はイギリスのロンドンに来ています。で、今は駅なんですけど、今日はこれから、エジプトのカイロまで行きたいと思います。はい、遠いですね。遠いね。はい。で、まだですね、早朝ですので、まあ、人は多いんだけど、こんな感じです。今日1回、ギリシャのテッサロニキまで行きまして、そこからアテネの空港まで、もう1回行きまして、アテネからカイロに飛ぶという、ちょっともうね、長いね、まあ、チケットが安いんでね、こういうね、めんどくさい手法を取りましたけど、丸1日かけての移動になります。はい、朝4時だよね、今5時だね。朝5時、はい、で到着は明日の午前1時。はい、長いです。エジプトではさすがにお迎えを頼みました。そういう感じです、来たね。着いた駅に、カトウィックエアポートです。じゃあノースターミナルまで行きます。どうやって行くんだ、歩きかな。え、歩いて23分って書いてあったから歩きなのかな。歩きっぽいな。なんか走ってるらしいよ、電車。あ、シャトルトゥーノースターミナルって書いてあった。これがシャトルなんだね。関空みたい。関空みたいですか。おー、空港だね。空港さ、どんだけぶりだっけ。ネパールからトルコに飛んだ時でしょ。それ以来だね。トルコに入ってからずっと陸路だったもんね。だからそう思うとだいぶ来たね、本当に。うん、5ヶ月ぐらいは乗ってなかったね。5、6ヶ月よう陸路で来たね、ここまでね。ね、あー大変だった。大変だったか。大変だった。いや、比較的楽だったよ、やっぱこの陸路は。あ、飛行機にいちいち乗る方がめんどくさいよ、やっぱこの空港準備がね、めんどい。朝5時半ぐらいですけど、もう全然人おるね。混雑するとは聞いてたけど、この時間でも結構こんなおるんや。チェックインは全部やっぱ無人なのかな。そうなんじゃない、自分でやるっぽいね、あれ。でもこんな感じで自分でピッピピッピやって、タグも貼って自動で送られていきます。荷物検査が終わって、まだパスポートチェックが済んでない状態だけど、免税店がいっぱい並んでます。はい、今朝ごはんを食べてます。ちょっと途中だけど、まあ、パンケーキとか軽いソーセージ、ベーコン、サラダあたりがありましたね。あとあの豆ね、豆、レーズン豆、シリコン缶ね。ああ、好んで食いたいと思う。そうね、あとまあパンがいくつかあったりとかして、うん、朝ごはんは食べれるけど、そのがっつりとしたメニューがあるわけではないね、うん、まあお腹いっぱいにはなるからね。まあね、これ長いからね。そう、今日長いからいっぱい食べとかないと、うん、腹持ちのいいものを、無事食事を終えて、今からゲートを目指します。パスポートチェックはいつあるのでしょうか。いっぱい食べた。はい、もう少しで飛行機乗ります。いいね。
カナダから。いいね、朝焼けな感じで。一回もさ、やっぱりパスポートチェックされてないよね。なんかね、係の人がピッてやったくさいとは思うんだけど。でも、あ、イージージェットの人やん。そう、国家の人にピッてやられてないと思うんだよな。出国したのかな、知らんうちに。どうやって大丈夫だよね、パスポート。さすがにイギリスだしな。まあね、いや、ギリシャで入国拒否されるのが一番怖いからな。ねえ、うん、ピッてやってないんだよな、どう考えても。大丈夫かな。パスポート出してないもん、ほぼ。うん、分からんな、分からんな。どこでピッてやるんだ、分からんな。まずい。1ヶ月かけて、はい、えちらおちら頑張っていった道のりが、うん、たったの 2,3 時間だったね。確かにな、4ヶ月か、4ヶ月の道のりが3時間。3時間、あ、なんか頑張って電車乗ったりバス乗ったりしたのに。いいんじゃないの、別に。宣言協定があと5日ぐらいでしたっけ。そうですね、はい、10日以内なのは間違いないです。ね、ワンちゃんなんかちょっと揉めるかと思ったけど、何のこともなかったね。そうだね、10日以内、10日くらいしか残ってないのに、ビザの日数が通れるのかなって心配したけど。よかったね。テッサロニキエアポート、マケドニア。暑い、ちょっとそう、重装備すぎる。待って、青空がめちゃくちゃギリシャ色、これ。待って、この青空ギリシャしかないよね。ああ、ギリシャって確かに青空すごい綺麗なんだよね。あ、すげえ、この青空はギリシャだ。これはギリシャしかない青空だもんね。うん、このさ、そうなんだよ、空が広いの。そう、すごく空が広くて。ああ、ギリシャ色いいじゃん、めちゃくちゃいい。すごい空が広い、本当に。で、上の方と下の方のさ、グラデーションが綺麗なんだよね。本当に青空が綺麗。ね、あのアクロポリスから見た青空も綺麗だったな。やっぱギリシャっていいな。はい。はい、今は？テッサロニキのラウンジ。はい、テッサロニキのラウンジにおります。ちっちゃい、ちっちゃいけど誰もいない、ね、ここで水をもらって帰ると。そうだね、まあペットボトルに入ってる水は多分そういう用途で置かれてるんだろうね。はい、まあ、ここは軽食中心のところなんですけど、9時半初の飛行機、9時半初の飛行機なので、まあちょっとお腹すくかもしれないから割と食べてます。まだ3時間半あるからね、出発まで。そうで、ね、しかも今日ね、最終的にね2時ぐらいだからね、着くのが、だからお腹空いちゃうからね。じゃあ腹ごしらえします。はい、では3時間ほどの暇つぶしをまた終えて、今から空港2つ目、あ、空港じゃない、飛行機2つ目、アテネ行き。アテネ行き、もう全然たどり着かない。カイロに。むしろ遠ざかってた。
宗行きとだいぶ席が離れてるので乗り場から違います。飛行機乗り込みます。着きました。はい、あと1時間でフライトを出てしまうんですけど、回路までの今慌てて食べてます。またラウンジ、はい、水が全部奪われたからもう一回水をもったいねマジで。そう、アテネの空港がね一回入国の形を取ってたからね、トランジットとはいえね、うん、もったいねえけど水を大量にしててもう一回水を大量に持っていくというスタイルです。じゃあ急ぎましょう、うん、あちらのゲートから飛行機に乗り込んでいきます。今日は3本目の飛行機ですね。これが疲れたよ俺朝3時朝もう分からん、もうイギリス時間の3時ってここの時間の何時か知らんけどさ、この時間の4時かな、あ5時か、寝起きてもう11時でしょう、うん、疲れたよ俺。そうね、一日朝3時からずっと起きてるから。取り込みます。かっこいいな。着。はい、ちょっと暖かいねやっぱりね。そうだね、でも思ってたほどは暑いかなと思ったんだけど、ね、この格好でも今のところ暑くない。さてさて、アライバルビザ取ってカフェスタート取ってると捕まるらしいんで空港内は、はい、エジプトはなので、はい、空港に出てからです。はい、はい、空港に、はい、はい、無事ですね、空港から出てきまして、で、ホテルの送迎をお願いしてたドライバーのお兄さんと合流しました。あの蜃気楼みたいな白いのがすごい、夜だっていうのにこの白い煙みたいな、銀のと同じ香りだね。うん、そんな感じがする。はい、はい、ホテル着きました。着きました。こんな感じ。はい、ということで寝ます。はい、今朝の4時ということでですね、無事出発した時間から24時間ぐらいかな経過しましたね。はい、丸1日起きていたということになります。寝ます。寝ます。おやすみなさい。はい、はい、朝になったらとんでもないことになってました。はい、ピラミッドが目の前に、そして本当の目の前には昼食が美味しそうね。食べよっか。うん、ちょっと目がめちゃくちゃ眠たいけど、うん、もうこんな感じ。はい、はい。